チは多分ちょっと長いけど、なんか多分能力試験のために求めたい。今日はとりあえず絵がとてもできないけど、だからちょっと私の気持ち分かってるし。じゃあこれはなんか人間の脳かもしれない。そうでない。の人間の脳は2つの分が分裂しているから、この分なんか分とかこれとか実はそれだと分からないけど、一番目の分は蒸気、蒸気の力と短気の力だ。蒸気の力は長い時間で覚えていることができる。短期の力は短いだけ覚えていることができるけど、なんかテストの前に多分みんなテストの前に勉強することやってるだろ。テストの前になんかテストはいっぱい読んで、長いその一日でいっぱいこのことは繰り返することをいっぱい全部同じこと、それは短期の力だ。だからテストの後で全然覚えていないだろ。はい、そんなことしたら短期の力ことが、よくしている。長期の力を作るために毎日することができない。嫌だ。だから多分漢字の方は今日の漢字は今日勉強すると明日も勉強するとけど、あとはあと 4日ぐらいこの漢字がちょっと復習すると、あと 1週間2週間毎日すると全然覚えていないから、だからちょっとなんかそうだね。はい、どう思いますか。感じ、実は俺の方法は話作ることがする。例えばなんだっけ、これはとても簡単な感じだから、休むの感じはどう覚えていることがする。今日この分は人は下に休んでいる。全部の感じでとてもできるからちょっと作ってみてください。例えばなんだっけ、実は下ネタいっぱいこの感じがそれ覚えやすいから、なんだっけ、この感じとかな、あ下ネタ置いといて、でもこうそうしたらこう感じをよく覚えて、以上です。はい、ありがとうございました。